資力を地元の力に。ネギッパです。皆さん、女性消防団員の活動をご存知ですか？消防車に乗って火災予防の広報活動をしたり、こちらは千葉県消防団です。地域の人に応急手当を教えたり、多くの女性が地元の力になっているんです。女性でもできることがあります。一緒に頑張りましょう。若い力を求めています。私たちと一緒に防火指導を行いましょう。地域のために日々頑張ってます。皆さん一緒に活動しましょう。さらに新潟消防団員サポート制度が始まります。消防団員の皆さんに町を見守るお礼として、協力していただいたお店などでサービスが受けられる制度です。ただいま協力店や企業を募集しています。ぜひご協力をお願いします。